こんにちは。今回は光るサンタ帽をいただきました。ありがとうございます。これね、ハロウィンの光る帽子を送ってくれた人がまた送ってくれたんだけど、これ見えてるかな、光ってるんですけど見えてるかな、ここの部分がまたね、夜に撮らないとちょっと見えにくいかもしれないけど、白い部分だけが光がなってる。光る部分がこうなんていうのね、別で入ってるんで、で、まあものによっては外に巻きつけたりしてもいいのかなと思ってます。これ届いたらすぐ光るので充電はしなくてもいい。そのまま買わなくていい。買わなくて大丈夫。何よりあったかいよ。すごいあったかいですよ。あったかい。耳までかける。普通にこれ作業中使えるの。いや、それしたら汚れちゃうよ、この白い部分。だいぶあったかいから、この去年100円ショップで買ったやつかぶったんですけど、全然やっぱこっちの方がいい。本当。ちゃんとした帽子としてかぶれるっていうか。ふーちゃんのナイトキャップでも。これかぶって出るんですよ。あ、いいね、いい。でも耳元とかはすごいあったかそうですね。まあこれで夜1回撮影してみてどのくらい光るかっていうのが見せられればですね。購入は概要欄。そうですね。あ、そうだ。概要欄を見てもらってぜひご購入ください。OK かな。OK ですかね。あったかいねこれ。もうこれ本当あったかいですよね。ね。これならほらしんちゃんかぶれるよ。ここにこの間やったやつ塗るようで、これ全部、これで全部。あ、これあれじゃん。はい、この間切ってたやつ。そうだよ、それ塗るんだよ、これ。うわー、すごい。ちゃんとやったの、ここも。そうだよ、順番振ってある。振ってないけど長さでわかるの？とりあえずこれを塗るのが先だな。あ、面白い。これほら皆さんのスパチャで買ったやつをこれ。あ、ちゃんと見してよ。なんてやつ？木部？すんごい虫防ぐ。ほら見て。防虫防水撥水。星が3つもある。星が3つ。よし、開けるか。痛い、せーの、ああ、よし。おお、茶色だ。ドロドロだね。うん。砂液いらないやつだよ。何もいらないですね。竹にも水性用とかいろいろあるんですね。竹は毛先の柔らかい水性用のもの。今柔らかいよ。うん。こうやってやった方が硬いから少しでもね、うん、あ、なんかすごい量それしかないから、なんか溶けたチョコレートみたいな、本当に溶けたチョコレート、おおー、ペンキみたい。すごい。ペンキみたいじゃなくてペンキなんじゃないのこれ。え、そうなの？いい感じ。何色って言うんだろうね。書いてある。ウォールナット。まあでもあっちの壁の色に近づいてきた。近づいてきましたね。やっぱ重ね塗りすると濃くなるのかな。About to leave, already packing.Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for.My hand will make it somehow. We can こくらいまである。あ何十かになってんだよね。20ですかね。でもいけそうじゃないですか。この埃が全部中入っちゃうかもしれない。ああ、虫が逃げてるんだ。こぼさないように気をつけないと。やばい、きよちゃん絶対こぼすよそれ。さっきまでの感覚でつけるとダメだ。ちょっと1本張り持ってくるわ。はい。ここもこれもこれもそれもそれも届く。そっちまで。テクトの方がこっちの方が強いの。なんかこっちは殺虫って書いてあったけど、向こうは防虫としか書いてなかったからわかんないんだよね。全然濡れてない。全然見えない。こんな感じですか？外しちゃいますよ。はい。この間に入れてたやつ、ついに割れた。割れちゃいました。あ、本当だ。うわ、これ今の状態で抜いて崩れないか。これは手で動くぐらいだから崩れない。大丈夫じゃないですか。ああ。ほら、割れちゃった。完全に割れちゃったんですね。なんかもうジェンガみたいなんだけど、大丈夫？命がけのジェンガ。命がけのジェンガなんだけど。本当だ、簡単に抜けちゃうじゃん。重さ変わってないんだよ。間にあれを入れよう。これで今こっち側はちょうどいい感じですね。ハンマーで押し込むしかない。こっち側まあそれでも。隙間風寒そうだね。まあ今よりはいいんじゃないですか。どうやって大丈夫？そっち側だけよし、でこれを加工。その方が早いですね。ねえ、怖い。これつけてんよ。うん、いいよ。よし。せーの、早っ。せーの、関係なかった。あ、結構光りますね。消す。いや、いいっすよ。ちょっと待って、どこや、やって。ついたら言って。ついた。あ。あ、すっごい光ってる。うん、あ、すごい。消してみよう。ありますね。何も見えないけどただ光だけが入ってる。あ、でも結構綺麗に光りますね。嘘、あ、すごいね。じゃあ結構綺麗に光ってますね。おお、よかった。あったかいしね。あったかいのいいですよね。ね、あったかい、ちょうどいい。あちゃん、ここでポテチ食っただろう。ほら、そんなとこで絶対寝ないから。絶対寝ないから。まあいいや、これあったかいしいいね。うん、クリスマスに持ってこいだ。あ、クリスマスの配信でもあ、かぶりたい、かぶりたい。かぶろう、かぶりましょう。以上かな。以上です。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまた。